this music magnet. Crazy. I love the music. You recognize this technique? You know what I'm saying? I really love it. Check it out. Don't you jet so fast. 三代目 J Soul Brothers 山下健二郎のゼロベースゼロベースゼロベースWe just begun, begun, begun. Yeah! ありとあらゆるカルチャーをゼロから学び発信していく東京有楽町にある岸ゼロベース。会場の三代目 J Soul Brothers パフォーマー山下健二郎です。はい、もうね、なかなか暑い中やっておりますけども、ちょっと前なんですけどもね、TBS の音楽の日見ていただけましたでしょうか。ねえ、あれすごいですね。1部と2部で全部合わせて何時間ぐらい？もうほんますごいよな。1日中もう丸1日中やってたもんね。ほぼほぼねえ、日本のねえ、まあアーティストかなりの数出てましたけどもね。まあその中で三代目もお昼2時過ぎぐらいと8時過ぎぐらいに2回出させていただいてもらって、お昼は、サマーマットレス久々に会ったんですけども、その後はですね、会場を移動しまして、蒲田の方のね、なんかあれ体育館になるのかな、大きな体育館をね、会場としまして、で一般応募から500名。正式にはね、580何人とかかな ?581 か。581人で、Yes We Are のダンスを踊ったんですけども、ほんとね、いろんな、もう全国各地から、北は北海道、南は鹿児島やったかな、までの全国の皆さんを呼んでですね、Yes We Are を踊ったんですけども、まあライブ、いろいろ三代目もやってますけども、500人で一気に同じ振りを踊るっていうのはね、今までなかったので、なかなかね、すごい光景で感動しましたし、中にはね、相撲部の、僕の左手に相撲部の子がいて、で、回しでね、踊ってくれて、嬉しかったですね。面白かったですね。今回のその音楽の日のテーマが、汗をかこう。その相撲部の子、いい汗かいてましたね。まあ、皆さん本当にね、いろんな年齢問わず、下はもう本当10代から、上はね、67か。なんか、67歳ぐらいの女性の方がいらっしゃって、幅広い年齢層の方、本当いろんなところから、踊ってくれたんですけど、感動しましたね。たくさんパワーいただいて、で、皆さんの思い出もなったし、僕らも非常にパワーいただいたので、またなんかこういう機会があればやりたいなと思っております。ちなみにですね、500人でね、まあ相当な人数やないかって思うんですけども、一応ね、ギネス記録あるらしいんですよ。一斉に踊った記録みたいなね。で、スタッフ調べによりますと、インドでですね、9000人近くで同じ振り付けのダンスを踊ったという記録があるんですけども、9000人は無理やわ。それはもう超えることできないですね。中国だとラインダンスで5万人？何をやってんじゃん。え？ 12 個ぐらい会場があって、そこに5万人集まって、一本の手を繋いでってこと？おい。でも横位置にはなれんかったんだろ。ラインダンスって言っても、あれでしょ、ソーセージみたいに、この、蝶詰めみたいなってわけやろうかって、ぐるぐるの。ね、すごいなぁ。ギネスってね、まあ、いろんな記録ありますけども、劇団の正康はギネス2個持ってます。何やったっけな、顎でベル鳴らすギネスと、なんか、あと、マシュマロキャッチみたいなやつだったっけ、あ、違う、マシュマロを、なんかお箸かなんかでキャッチするやつだったっけ、それ、劇団の鈴木と正康でチャレンジして、正康2個持ってるんですよ。すごくないですか、ギネスね。マサヤスの顎鳴らしやすそうやもんな。面積広いからこっち。ちゃんちゃんちゃんってなりそうですよね。そうそうそう。まあなんかそういうね、ギネスもなんか持ってたら面白いかなと思うんですけども。さて、今夜のゲストはですね、先週に引き続き、
レイザーラモン RG さんとドーベルマンインフィニティのスウェイ。まあ先週に引き続きね、かなり濃い濃い話をね、今週も今日もしたいなと思っております。そんな二人とお送りするゼロトークは夏休み特別版。カルチャーに対するこだわりが強い RG さんとスウェイに今ハマっているカルチャーについて引き続きとことん語ってもらおうと思います。さらにですよ、新コーナーのお知らせもございます。というわけで、今夜の放送もワクワクセンサービンビンでお送りします。ゼロベース、スタート!それでは今夜の一曲目です。ついに解禁になりましたね。聴いてください。三代目の新曲です。三代目 JS ソウルブラザーズで、スカーレット。三代目 JS ソウルブラザーズ、山下健二郎のゼロベース。ここからの時間は毎回ゲストをお招きして一つのカルチャーをゼロから学んでいきます、ゼロトーク。今夜のゲストを紹介しましょう。先週に引き続きレイザーラモン RG さん、そしてドーベルマンインフィニティスウェイ。はい、お願いします。よろしくお願いします。まあ先週盛り上がりましたけども、はい、まあ、NB の話から、はい、ね、あともう野鳥の話まで、ね、野鳥幅広く話してきましたけども、はいはいはい、まあ今週もね、はい、いろいろ熱くカルチャーを語っていただきたいんですけども、はい、この番組ですね、はい、僕は隊長と言いまして、はい、でリスナーのことを隊員と呼んでます、うん、はい、今週はですね、うん、隊員のいろんな質問にね答えていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。隊長、お願いします。隊長、東京都のピッピ隊員から来てます。ピッピ、皆さんはですね、はい、どんな趣味を持つ女性がいたら気になりますか。趣味の話ですよね。どこですか、この趣味あったらいいなと。まあ同じ趣味の方いたら嬉しいですけどもね、僕は。そうですね、ちょっと先週に続いちゃうんですけど、うん、冗談女子燃えません。めっちゃ燃える。燃えますよね。ものすごい燃え。あのホットパンツに冗談燃えません、うん、燃えいいね。上パーカー燃え超いい。いいっすよね。でしかも分かってる冗談からとか、ね、そうなんですよ。あのね、うん、よく言われるんですよ。これね、うん、ちょっとまた、先週引き続いて、うん、ちょっと文句っぽくて申し訳ないけど。全然今日はもっと言いましょう。君の持ってる冗談と、俺の冗談違うから。分かる。それ某、何々マートで買えた冗談でしょ。俺のは、これゴートでしか買えない。そう、そう。苦労して、苦労して、でもその苦労が見える女子いたら、もう握手しちゃいます。もうね、ハイタッチですよね。たまにコメントとかでもあるもんね。同じ冗談。そう、同じの持ってるって言って、いや、持ってないやろ、これは。ね、そうなんですよ。という意味で、やっぱ究極のやっぱ僕たちの、あの、マドンナは、やっぱり、綾子さんじゃないですか。スラムダンクさんの、あやこさんね、あやこさんは、めっちゃかっこいい、ラジオの皆さんに言うと、はい、まずキャップをかぶっていただきまして、はい、キャップの後ろの、あの穴のとこあるじゃないですか、はいはい、あそこから、ソバージュの紙を出してください。出してますね。で超でっけえ、はい、T シャツを着てください。でその下はスパッツです。そう、あやこさん、そうですね、スパッツね、スパッツ、ファンで膝までのスパッツですよね。で、バッシュ、バッシュね、その子いたらやばいですね。だからあの時代であの服装してるって、うん、今キムカーダシアンがしてますからね。キムカーダシアンやってんな。カニエウエストの奥さんがね。確かに、はい、今膝までスパッツ出してますから絶賛。早すぎた、今も今上さんは早すぎたよ、はい、考え、だいぶセンスありますよね、綾子さんですよね。いいよね、ストリートでもやっぱ分かってるストリート女子かっこいいかなって思いますよね。でもあの2人の共通で言うとバイクで言うと、あのバイクでっかいバイク屋さんとかに行った時にね、まあもうほんとハーレーとか、まあもしくはもうゴリゴリの SS で来てね、あのもう1人で来てで降りてで飲み物飲むんですけど、あのそのバイク屋さんに時々あるんですけど、瓶のコーラ置いてくる。瓶のコーラいいですね。瓶で飲む女の子。かっこいいかも。瓶女子ね。瓶女子。瓶女やばいっすね。マジで俺もあの、うん、バイク屋でそれ見た時やっべえって、うん、ドキッとしますよね。いいな。瓶で飲むんかいみたいな。なんか男の趣味って思われがちかもしれないですけど、全然女性がやるとかっこいいなってこといっぱいありますけどもね。ありますね、うん、いっぱいあるね。 DIY とかね、はい、僕 DIY されてる女性とかいいなと思いますけど、ね、ああ、
ガンガン香港やる人、香港やって、ね、あの何ですか、つなぎとか着てる、つなぎ女子ね、つなぎ女子やばいぞ、燃えません、燃えるね、ドリル女子ね、ドリル、ドリジョ、あのドリジョ、ドリジョ、ドリジョ、アマコインターの渚が、ああ渚さんね、はい、テレビで、はい、あの釘口に加えて、はい、あの自動釘打ちキュンキュンってやってめちゃくちゃ燃えましたいいですねかっこいい、俺めっちゃかっこいいと思った、俺も見ました見ました、はい、それいや、ちょっと、ね、いいなと思いますけどね。はい。じゃあ次行きましょうか。はい、どうしようかな、どうしようかな。サッチュン隊員からいただきました。泣いてスッキリするような、スカーッとするような、おすすめの映画はありますか？映画どうですか、見ます、はい、趣味の一環として見ますかね。趣味の一環で、うん、スカッとするのはでも、うん、マジでアラジンですよ。アラジン、あ、最近の方ですか、はい。アラジンの、はいはいはい、アラジンのなんかちょっと、大ヒット、おめでとう、はい、で、はいはいはい、なんか記者会見みたいになって、はいはいはい、僕呼ばれたんですよ、はい、アラジンがアルジンに似てるっていうだけですごいとこついてきましたね、アルジンですって言われて、はい、で、はい、ハーフオーニューワーって歌って、はい、あるある歌ってって言った、はい、だったんですけど、はい、そのために一応見に行ったんですけど、はい、まあいわゆる、まあ、アラジンだろうなと思ったんですけど、はい、もうほんましんどいぐらい泣きますよ、本当にそんな感動するんですね、はい、まだ見てない、ウィル・スミス好きでしょ、皆さんめっちゃ好きです、はい、ラップも好きですもん、あのアラジン、あれマジヒップホップムービーです、マジで、マジっすか、あ結構ラップやってんすか、ラップガンガンっすよ、ウィル・スミス、うわマジっすか、マジっすか、はい、超みたい、ウィル・スミスのラップを特に吹き替えで山寺宏一さんがさらにやるの、やばいっすね、いいのそれ、はい、もうマジでしんどいぐらい泣きましたけどアラジンっすね、アラジン見ようかな、アラジンか、なんかあるっすね、スカッとっすよね、うん、スカッと、うわーなんかいろいろあるよな、昔とか過去に見た映画でよく泣いたやつとか、うん、そうだな、めちゃめちゃこうどんでん返し系な、うん、ちょっとスカッとかちょっとジメスカなんですけど、うんうん、ジメットスカッと、ジメスカ、韓国映画なんですけど、リベンジっていう、リベンジ、はい、特に女性の方はスカッとするかもしれないですね、結構なんていうんですか、こう結婚のその不倫とかそういうあれ系のやつ、はい、ドロッとしてるんですけど最後、うん、なるほどリベンジその意味ですかという、そっちのスカッと、はい、2時間かけたスカッとジャパンみたいなもん、そうですねそうですね、時間かけて最後スカッっていうよりね、結構まあドロッともしてるんですけど、はい、そういうの好きですね、リベンジ、いいですね、どんでん返し系はね、いいかも、僕はね、あのドラえもんのスタンドバイミー、おお、はい、いい、もう映画シンプルでいい、めちゃくちゃ泣きましたね、もうびっくりするぐらい、うん、ドラえもん、もう最近のやっぱね、あの、はい、まあ、クレヨンしんちゃんにしてもやっぱね、ああいうアニメ、ね、泣ける、ほんと泣ける、いいんすよ、あれスカッとしようかな、スカッとしてほしいぐらいもんね、最近映画見てないな、ちょっとアラジン見に行きたいですね、いや、アラジンはマジで、はい、ラップなんで、あれ、それすごいっすね、あの、なんか恋愛とかないっす、あの、はい、ジャスミン姫さえもラッパーっす、ね、はい、へぇもう強くって。ちょっと待って、ヒップホップってそこまで来たんすか、もう、すごい、はあ、すごいですね、ディズニーまで、いや勝手に思ってるだけでただウィル・スミスがマジでかっこいいんで見てほしい、うん、見ますわ、すごい、見に行きましょう、はい、もう一枚いきます、はい、愛知県の28歳アサミン隊員、最近断捨離が好きです、実は最近まで物を捨てるのが大の苦手で、はい、使わないけど思い入れがあったりでなかなか物を捨てることができなかった私ですが、はい、一度思い切ってゴミ袋にインしました、うん、そしたら思いもよらない開放感に満ち溢れ捨てることが好きになりました、うん、皆さんは断捨離は得意ですか、これどうですか、アリさんとかもうスニーカーどうしてるんですか、いやもうただ箱にただただ積んでいくんでね、そうなりますよね、はい、やっぱね、で僕の場合はそれすらアートと、まあまあまあそうですよ、かっこいいですもんね、箱積んである状態がもう、まあ、うん、朝起きても、はあ、だから俺ベッドの横、はい、もう靴箱、はい、だから一回崩れてきたことあるんですけど、だんだん下の箱が弱ってきますね、あるあるだ、あるあるっすよ、あれですよね、あれ斜めってくるんですよね、そう、はい、あれ悲しくなるよね、そうだからあの強い目のジョーダンの箱を下に置くんですよ、なるほど確かにあのジョーダンの箱でもいろいろタイプありますもん、ね、あるあるある、イレブンとか12系のあのちょっと強めの箱をこういうタイプのやつですね、そう固めのやつを下に置くそれちょっとわかるかも、あるあるですよね、あるあるですよね、はい、まあ、あと銀ラックが増えていくっていうね、銀ラックね、銀ラックで俺も積んでるんですけど、あ銀ラック積んでるんですね、うん、そう、もう僕箱積みする、箱積み、もう上の方積んでたら下結構やばいんちゃうんじゃん、
だからもうあれですよね、下抜くときも、はい、なんですか、もう、テーブルクロス抜きみたいな、もう、シュッて抜くじゃない。マジで。すごいな。失敗したらもう上からドーンってきますね。なるほどね。断捨離とかどうですか、実際。もう捨てずに、もうやっぱり溜まっていく一方ですね。まあ、だから引っ越しとかするしかないですよね、断捨離するには、はい、どっちかというとコレクターですから、集めるのがね趣味になってるから、捨てる、捨てるっていうのはなかなか難しいですよね。はい、僕断捨離はしなくていい派ですけどね。俺もあんまりしなくていいかな。僕靴はいいと思うんですよ、はい、なんかもう一足物じゃないですか、うん、で、うんうん、例えば洋服でも重たいもの、まあ、パンツもそうですし、うん、パーカーから上は、うんうん、もうこのデザインしかないとかあるじゃないですか。あるよ。T シャツって一番増えません？増える。T シャツめっちゃ増える。T シャツは断捨離したいですね。で、あと、やっぱくたってくるじゃないですか。まあね、一番肌に近いから。ちょっとね、うん、あれ皆さんどうしてんのかなと思って。T シャツは結構テロンテロンになるよな。あと結構なんていうんですか、つながりが多いと、T シャツって割と作りがちじゃないですか。うん、そうですね。お店とかでオリジナルな、うんうんうん。あれ一番困りますよね。困る。T シャツは、だから、まあ、寝巻きにしていって。全く一緒ですね。はい、うん。パジャマにしていって。してきますよね。うん、それでダメだったら、まあ、うちの場合は息子に、息子の。あ、それでも行くんすね。まだ、まだ行くんすね。お下がりするんすね。息子にって、最後は、バイク磨く。あ、そっか。そっちに行けばいいのか。いや、そこまで T シャツも使ってくれたら嬉しいでしょうね。あ、そうか。T シャツ捨てるのもったいないと思うんですけど、確かに雑巾化するのはいいですね。それいいか。はあ、でも思い出ですけどね、 T シャツ。じゃあそうなんですよ。僕もらったら今度はあそこのプリント部分だけ切ってなんかできないかなとか思ってたんですけどね。リメイクしたんやん、それ。そう、うん、これは又吉大先生、はあ、ピース又吉大先生はそれやってて、あ、そうなんですね。T シャツ気に入りの柄着たら、もうその柄のとこだけ切って、はい、別の自分の、無地のやつとかに貼り合わせて、おお、すげえ。また T シャツとしていくんですね。それを T シャツとしてまた着てったりしました。真のオシャレってここまでするんだと。すごいですね。いや、それはすごいな、ね、はい、そうしたらいいやん。いや、いいっすね、間違いない、ね、いいな、思います。いいこと聞きました。いや、相談してよかった、隊長、ありがとうございます。いやいや、そんなやつ、隊長です。もちろん。じゃあ次行きましょう、はい、初次郎隊、はい、福島県の方ですね、ドクロなどすごいいかつい服をやたらと着るのが趣味な男性がいるのですが、私にはそれが全く分かりません。逆に男性目線から見た女性の分からないと思う趣味はありますか。女性の趣味で理解できないの、どうですか。短いスカートの上に、はい、レースみたいな、うん、ふわっとしたやつ、最近ありがちですよね。ね、ありますね。キャミソールの上に なんか透けたの T シャツぐらいのやつ着るやつ、ね、あれ何なんやろ。あれあんま男受け良くないと思うんですけど。確かに。あれは。あれ確かにね。なんか透けてる美学って確かにあると思うんですけど、うん、それにはないですよね。ないですね。そこ別にいらんのじゃっていうか。確かにね。さらっと着てほしいですよね。そうですね。本当。あとやたら汚れたスタンスミス履いてる女子いますね。いますね。そう、気になる。ね、いや、スタンスミスってやっぱ白いから。そうですよね。かっこいいけど、やたら汚れてるスタンスミス履いてる女子いるなと思って、うん。で、あなた女子はメイコートシート持ってるでしょ。メイコートシートに一吹きすりゃ綺麗になるのにさ。そうですよね。キャンバス地のとこはちょっと汚れて大変ですけど、うんうん、ゴムのところは綺麗にするだけで全然綺麗になりますからね、そこはちゃんとしてほしいな。そうですね。パンツとかも。あとなんか最近ね、女子、まあ、男女問わずかな、うん、パソコンのこの音とか、うん、あと咀嚼音、うん、食べる時の音とか好きな趣味にしてる人、はい、いますよね。聞くのが YouTube でも上がってるらしいですよね。あれなんなんか全く分かんなくて、僕も、はい、なんとか王子大渋滞の映画があった時に、はい、僕もちょっとなんかなんとか王子って呼ばれたいなと思って、はい、リンゴかじるだけ王子っていうのをやってましたよね。インスタで始めてるのと、はい、ただインスタのかじってシャクってリンゴをシャクってね言うだけの動画ですよ、はいはい、それがやっぱどの、はい、なんだろう、どの投稿よりもいいねが多いんで、やっぱ好きなんですね。好きなんですよね、やっぱグワシャっていう音、やってますよね。このリンゴシャーただただ食ってるだけで、それでもインスタグラムに上げてるんですよね。インスタで、はい、でもどういう風に聞いてるんですかね、こう耳に当ててるんですかね。当ててんじゃん。当てんのか、本当もう家でこっそり
それがヘッドホンでシャッ聞いてるのか、いやもう なんでこんなに伸びてんのか分かんなくて、はいはい、これが咀嚼音のブームにつながってんのかなと。それに乗っかって今やってるってことですね、はい、だから なんでしょう、はい、お二人、はい、もうリンゴでも洋梨でも、はい、スイカでも豪快に食うとこ見せたら多分伸びますかね。ファンの皆さんもめちゃくちゃ大喜びすると思うんですよ、ちゃんともうシャクって言わさないとダメですね。シャクってそうそうそう、すげえ、はい、音フェチがいるってことですね。昔からやっぱそうなんですよ、はい、僕一個見つけました。何？最近のそのアプリの加工があるじゃないですか。あるな。あれは、うん、自分では満足してるかもしれないですけど、うん、僕らは結構抵抗して見てますよね。男性はすごいわかるわそれ。わかる、うん、あれね、うん、そのプリクラでもすごいでしょ、うん、目が今あれってさ、もうちょっと宇宙人みたいな、宇宙人みたいになってるじゃないですか。目半分ぐらいになってるやんか、はあ、あれは男性受け良くないと思いますよ、うん、あれ良くないよね、はあ、うん、そう、俺たちはもう普通に笑ってる写真とかでいいんで。そうですよね。キメキメじゃなくてもね、はい、うん、逆にイエーイってやってる写真とかの方がいいですよね、うん、いいですよね。なんかあんまり加工、まあ俺自分もほぼ入れないし、はあ、入れるとしたらなんていうの、インスタのさやつ、色変えれるやつあるやん。まあ、エフェクトですよね、加工というより。加工というか、白黒にしたりとか、はあ、フィルターみたいな、ちょっと古いやつにしたりとか、はあ、青を強みにしたりとか、はあ、それぐらいしかせん。それはだってアートですもん。要は、ね、写真家の方でもひたすらモノクロで撮る方もいるじゃないですか。そこまではいいんですけど、もう目を大きくするとかね、そういうのはまた違いますよ。それ、ちゃう。ちゃうやんって話。ちゃうやんですよ。いや、君はそのままで美しいのに、うん、本当になんで逆に見にくくしてるよっていうのを思っちゃう。確かに。あれやっぱみんな思ってたんや。なんかあんま言わん方がいいかなと思って。いやいやいや、もうここは声を大にしてみましょう。今週も。ほんま、マットさんぐらいやるならね。やるなら俺たち振り切って、ね、振り切って、振り切ってやってくれる。シュート半端にやるなら、マット、やるならマットさんぐらいやってる。確かにね。本当っすね。ではもう一枚いきますか、はい、東京都のピッピ隊員、はい、まだ体験できていないのですが、ジオキャッシングに興味があります。え、ジオキャッシング。ジオキャッシングは GPS 機能を利用した世界規模のリアル宝探しゲームで、キャッシュと呼ばれる宝箱に見立てた小さな容器を GPS で探し出し、専用アプリか公式サイトを通して発見を報告するというのが基本ルールです。世界で260万以上、日本だけでも2万3000個のキャッシュが隠されているそうなので、ぜひ参加して探し当てたいです。実際にキャッシュがもらえるということですね。キャッシュっていう宝箱、あ、それ何なんでしょうね。まあ、これはそれは実際箱、物っていうか、そのものがあるの。ポケモンだから AR ってことですよね。こうやってやったら架空にポンってあるってこと。なんだ。でもそれキャッシュっていうぐらいだから、お金、実際物が俺置いたってことで、お金置いたのかと思って、ね。はい、でももしかしたらこう、自分の携帯にお金が課金されるってことですよね。スイカみたいに課金できるってこと？でもキャッシュって言うんだから、うん、キャッシュっていうのは、ね、昔からお金って意味だから、うん、すごい。確かにね、これはもうすごい。昨日この間も税金対策のこととか言うし、うん、すごいお金に実は、いや、生きるためにやっぱお金は必要じゃないですか。確かにね、はい、メイクマネしてね、せっかくね、うん、AR だとしても、うん、キャッシュってものを見つけたんだったら、これがお金じゃなかったらみんな何のためにやるんですか。でも俺たち、うん、はい、もうすでに宝探しやってるじゃないですか。何すか。スニーカー。まあ俺らやってることはポケモン GO と一緒なんですよ。一緒ですね、はい、ほんまそうだ。そうや思いますか。マジで探して探して、探して情報入れて。そうですよ、そうですよ、そう常にやってますよね。そうだから、そのジオ、何でしたっけ、ジオなんとかと、ジオキャッシング。ジオキャッシング、はい、俺たちスニーカーでやってるんで、やったから一緒です。そうですね、逆に気持ちは一緒かもしれないですね。ほんと世界中ですしね。だからこのキャッシュの転売だけはやめてほしいですね。はい、間違いない、やっぱりね。どういうものが当たんねやろね。そうっすよね、キャッシング。でもやっぱそれなりにこう皆さんやっぱ集める理由があってやるんですよね、うん、なんかそのキャラクターがあるってこと、ご褒美的ななのか、激レアキャラとか、ね、どっかの割引券とか、割引券とかサイゼリアのキャサイゼリアメラノフドリがちょっと安くなるとかですよね。あ、さらに安くなるんですか。ただでさえ安いの、ただでさえお求めやすい価格やのに、さらになんて。確かにね。じゃあ曲いきましょう。はい、
ドーベルの曲をね。いいですか、もちろんでございますよ、かけてください。じゃあ曲紹介お願いします。はい、はい、今週も聴いてください。ドーベルマンインフィニティで5。はい、はい、Let's turn back time, don't show me.ドーベルマンインフィニティで5でした。ここでですね、引き続きメール答えていきたいなと思います。はい、宮城のメグタインです。今ハマってるというか最近やりだした暗黙のルール的なものは、最後にお風呂に入った人は水切りで床、壁、鏡などの水切りワイパーで綺麗に水気を取ってから寝ることです。皆さんは自分の中での暗黙のルールありますか？どうでしょう。いやー、これやるとやらないで大違いですよ。そうですね。お風呂場。どうでも。お風呂場。お風呂場での暗黙のルール。お風呂場。はい。まあ僕ははい、入ってすぐに、はい、水垢とかをパッと取るっていう。先に取るんですか。先取るという取るとかで、ね、まあ綺麗に知ってますという、はい、自分に暗示をかけるというかね。はい。はい。まあもっとすごい人はほらトイレ掃除とかするじゃないですか。手でトイレ掃除。はいはい、そうですよね。暴れる君だったかな。あとサッカーの、はい、あ、すいません、飛ばしましょう。誰か。手で洗うんですか？はい、手でやるらしいですよ。それがやっぱ運気を呼び込むというね。そうなんです。はい。やっぱり水場きれいにしないとね、やっぱね。杖はあります？いやー、僕、毛のなんか取ったりとか、ぬめりとか。ありえねえ。うん、あれ全然やっぱ違いますよね、この水の流れ方が、うん、流れをねやっぱきれいにしてあげて、はい、あと自分にも冷水かけるといいみたいですよ。そうなんですか。お肌が引き締まるってことですか。美肌効果やっぱ、ね、なるほどね。でも俺も足にかけたりしますよ。最後なんか足にかけるといいみたいですよ。へえ、やろう、やってみますわ。ぜひぜひ、はい、体逆に温まったりとか。へえ、お風呂の話でしたっけ。お風呂の話じゃないです。暗黙のルール何やろな。暗黙のルールないかな、あんま。暗黙のルール、そうか。充電もの。充電、ヘッドホンの充電とか、なんかこう、明日困るものは先にもう寝る前に。わかるわ。やる。まあ携帯はもちろんそうだと思うんですけど。イヤーポッツとかね。イヤーポッツっていうのはもう本当に。充電切れたら我々ね、もう大変ですからね。いろいろ。確かにね。でもなんかあんま思い浮かばへんかな。暗黙のルールってな。そうっすよね。うん。お風呂ルールはね、いっぱいあった。お風呂ルールありますけど。次行きましょう。はい。東京都のピッピ隊員。まだ、実現できていませんが、私は工場見学に興味があります。はい、工場で実際に商品が作られていく過程を観察したいです。皆さんは工場見学行ったことありますか？小学校の頃行けませんでした、工場見学って。パンとかね。パンとか、ね、車工場も行きましょう。あ、車ね。はい、今もでき見えますよ。どこだっけ、日産の工場とか、ね、見学行けますもんね。そうなんですね。はい、そっちか。外から工場、はい、夜の工場。なんかそういうのね、流行ってますよね。見る。あ、そっちっすか？そっちの工場見学っすか？どっちなんやろ？どっちなんですか？作られていく過程。作られていく過程。ああ、ベルトコンベアとかで。そうですよね。僕は明治の、お菓子の明治の工場行ったことありますね。チョコレートだったり、ポテトチップスだったりとか、あとカールができる瞬間とかね。カールができる瞬間、カールできる瞬間、皆さん知らないと思うんですけど。知らないです。こんなプロペラでっかいプロペラブルー回ってるんですよ。うん、でその真ん中にカールが無限に出てくるんですよ。ビューって出てくるんですよ。その出てくるタイミングで全部切ってるんですよ、こうやってプロペラで。パンパンパン空中で。そうビューって出てて。はあ。そう。見れるんかなそれ。ねえ。あとはまあバイク工場も俺行ったことあるかな。ああ、はい、ね。ちょっと行ったことある。うん、やっぱその食べ物の工場の方が女子的には。テンション上がるかもしれないですね。確かにね。なんだろう。この間もところてん工場のやつテレビやってましたけど、はい、はい。透明の板みたいなの出てきて、ビヤーって出てきて、それを機械に通したら、はい、すんごい細い状態でシューってなって出てくるとか。面白そう。はい。多分言えば見せてくれるんじゃない？逆に見せたいんちゃうかな。確かにね、工場の人はね。こうやってできてるんですよ、みたいなね。ちょっと興味ある方は行ってみてください。はい。ということで、お時間ということで、2週にわたってね、あっという間でしたけども、はい、どうでした？楽しかったですか？そうですね、ちょっと足りないですね。足りないですね。はい。じゃあまた引き続き、ちょっと、お話しできるタイミングがあれば。今度、全 NBA 選手、はい、おすすめ選手を、3代目のメンバーに置き換えた表を作ってきますんで。はい。はい。
はい、またぜひゲストで来てください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではお二人から何かお知らせがあれば。はい、はい、人生はあるあるであるっていう、はい、あの人生にちょっと役に立つ本をひっそり出してますんで、はい、よかったら読んでください。わかりました。はい、じゃあ末から。そうですね、僕はもう、はい、先週に引き続き、はい、ドーベルマンインフィニティで11月に全国アリーナツアーが決まりましたので、すごい、一言だけ来てくださいっていうことで。はい、わかりました。皆さんチェックしてください。今夜のゲストはレーザーラモン RG さん、そしてドーベルマンインフィニティの末でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。3代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎のゼロベース。ツイッターではハッシュタグケンアンダーバー ZB でガンガンつぶやいてください。番組の感想もお待ちしています。3代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎のゼロベース。3代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎のゼロベースをお送りしています。続いてはこちらのコーナー、山しべ。おとぎ話のわらしべ長者、ある男が持っていたわらをブツブツ交換していって最終的にお屋敷を手に入れるお話。このわらしべ長者みたいなことを番組で実際にやってしまおうというコーナーです。ルールは至ってシンプル。現状のブツはヘルシオ。ちなみにヘルシオっていうのは普通の電子レンジと違って高温の水蒸気で調理するちょっと高めの電子レンジです。ね、まあ実際まあ、ここにはブツはないですけども、荒木がもう運ぶめんどくさいもんね、あれ大きいからね。20キロあるのヘルシオって。重いね、あれね。でもまあ、性能がね、そんだけ詰まってるってことですから。ね。あとですね、山しべ、ちょっと限界感じております。ここでね、ちょっとお知らせしとかないといけないんでね。やっぱちょっと、前回、見送りしたんですよね。初の、ちょっと交換でけんと。これ逆山しべになってるやないかと。俺がいいもんあげてるやんけってなるから、やっぱそのヘルシオにね、超えるちょっといいものを送ってくださいって言いましたよね。僕は言って、で、先週見送ってですね。で、まあ今日、いろいろメール、目を通したわけですけども、皆さんちょっと理解されてないようで、まあ理解はされてるんでしょうけど、さすがにね、ヘルシオとね、びっくりしたのが、グルーガンと交換してくださいって。グルーガンとちょっとヘルシオはねちょっと鼻で笑ってしまうぐらいですそうだから、まあヘルシオと交換できるもんってなかなかね、やっぱもう高価なもんになってくるんで、それはないですよと。限界感じてるなーって思うんですけども、まあ他はね、スーツケース新品じゃないですけど2つとかね、なんかセットにしたら大丈夫でしょみたいな感じなんですけども、ダメですね。あとすごい型の古いデスクトップねいつの年代のねか分からんような感じ。ありがたい、あ、嬉しいんですよ。勘違いしてほしくないんですけども、非常にありがたいんですけども、まあ、ヘルシオのねほぼ新品てか新品っすよね、あれね。ヘルシオの新品と、まあ、交換するものだったらそれはちょっとね、違うかなと思いまして、あとなんか、お隣さんからいただいたアコースティックギターとかなんで結構年季の入ったねやつだったんですけども、ちょっと違うかなーっていうのがありまして、ちょっともう一回粘っていいですか。うん、諦めたくない。ヘルシオと変わるものが来るんじゃないかってちょっと信じて僕待ってるので、皆さんってヘルシオ欲しいな、でも何と交換しようって悩んだ時に、まあちょっとヘルシオよりまあこれはいいかなって思うものをね、ぜひぜひ送ってほしいなと思うんですけども、どうしよっか、ちょっと限界感じてるよな山しべなこのままやとヘルシオで終わるよね。どうしよっかね。だから次もしなかったら、このコーナーヘルシオで一旦終了で第2回やります。でもいいですし、あれスタッフ乗り気じゃないどうしたあ、そうか、場所もいっぱい取るからか。そっかそっかそっか、どうしよっかな。かもう別のコーナーか、この後新コーナーがあるから、それにしれっと何も言わずしれっとね
山下ですか、俺やりたいなあ、このコーナーの俺が結構ノリノリで提案したコーナーやってんなね、このどうすかみたいなね、収録の前にねみんな集まってるからこういうのやりたいんですよねって、俺結構熱量高めに話したコーナーあー、そうっすね、こうなってきたらめっちゃ恥ずかしなってたでも考えてみてください、最初笑っすよからヘルシオっすよ、すごくないですかこれ、それすごいよな。今度山下会った時によかったら続けるし、ちょっとギリギリのコーナーにしません、ギリギリのコーナー、次もし何か来ていいの来たら交換成立で、次もしあかんかったらもうそれで終わりにしましょう、うん、メール次第やね、もう一回やり直してほしいんやったらもう一回やり直しましょうそうそう、何から始めます、次稲にします、稲あ、ペン、あ、じゃあ俺が今使ってるボールペンはどうですか、この赤ペンサッカーのやつかこれごめん俺がもらってるやつかこれ、分かった、じゃあ俺が家から持ってきたペンとかにします、じゃあ、うん、そういうのから始めてね、第2回山しべチャレンジボトルキャップチャレンジみたいな感じでね、チャレンジ気にしましょう、そうそうそう、次はヘルシオを超えるのかみたいな感じでね、はい、じゃあこのコーナー引き続きねメール待っております、受付メールアドレスは yk@allnightnippon.com、 メールの件名は山しべとか言って送ってください、ここで1曲、リゾでトゥルースハーツ、三代目 JSOUL ブラザーズ山下健二郎のゼロベース、ここで新コーナー、新コーナーっていうか復活、山下ベース。どういうあれかというと、実はオールナイトニッポン時代にやっていた企画、その時はひまわり育てたりボードゲームやったりビリビリする棒を握らされたり、最後の方は全くわけのわからない時間になっていました。そもそも目的は忙しいだろうから趣味の時間を番組の中であげますよって感じでしたけども、で趣味のことをやっている間にいろんなお便りに答えるということで、そのお便りを読んでいたのはこいつです。はい、ディレクターのアキです、ね、ということで、まあ、はいはいはい、先ほど山趣味をやりましたけど、まあ、なかなかのピンチということで、もうやばい、そうです、まあ、それに変わるコーナーなのかどうかは分かりませんが、まあ、ちょっとこのコーナー実際人気あったんですかね、どうなんですかね、まあ、あったと思います、ああなるほど、まあそこはちょっと分かんないです、僕も、あの BGM は流れてるのかな、今多分流れてる、流してる、僕が多分そのカンパケ作業する間に多分流してると思います久しぶりに来て懐かしいなと思いつつ、はいはい、まあということで、はいはい、まあ、今回から、うん、まあ次回から正式に次回からやっていくわけですけど、はいはいはい、まあ、今回うん、ここの番組ではせっかくなんでちゃんとカルチャーに寄せていこうかなと思ってます、ね、というところで、まあ次回から長いスパンで、はい、まあ何ですかね、やっぱミニ四駆ですかね、作るならまた作る、まあ作りましょうよ、ミニ四駆、とりあえずまあミニ四駆からまず始めます。みんなまた、入門ということで。まあまあまあ、やりましょうか。から作っていきましょうということで。先日もね、タミヤの方に工場見学に行ったって話がありましたけど。そう、面白かったよ。どうでした？やっぱね、ずっと行きたかったんですよ。はい、新幹線からね、たまにタミヤの方に、うん、静岡あたり通ると、で、ずっと行きたくて、やっと行けて。で、もちろん、会社の中も見せてもらったし、で、博物館みたいなとこもあって、タミヤの歴史とかもあったんですよ。はい、で、もともと星のマークがない頃からの模型とか見せてもらったり。そう、すごいのよ。すごいっすね。そう。で、やっぱり見たこともない、ね、歴代の RC カーだったりとか、うん、あとミニ四駆の歴史だったりとか、いろんなもん見せてもらって面白かったのと、あと外にはね、やっぱラジコンのコースが実際あるんですよ。そう。で、オンロードとオフロードあって、で、実際走らせて対決したりとかしてて、面白かった。で、俺買って、俺ホットショットもらったしな。あら。最高。今もう部屋に飾ってて、もう超か。動かしてないですか？
動かしてないから、ちょっと時間なくて。なるほどね。そうそうそう、やりたいんですけどね。ミニ四駆、じゃあどうしよう、作ったらまたなんか大会とか。行く？出ますか？やっちゃおっか。前回、うん、まあ、そのオールネット日本の時やって、うん、大会出て、うん、さほど活躍できずという結果はありますけど。まあね、でも1回戦、あれなんかね。あれ、ミニ四駆の大会1回戦勝つってすごいことやねんだね。あ、そうなんですか、ね。すごいよ、あれ。そうそうそう。タミヤの人も言ってたもん。山下さん、スタッフさんの人来て走らせてましたよね。1回戦勝ってましたよねって言って。びっくりされてたね。うん、じゃあまたちょっとミニ四駆やっていきましょうか。うん、やろうか。はい、やりましょう。ということで、こちらのコーナー、はい、まあ、ミニ四駆作るだけじゃなく、はいはいはい、まあ、ミニ四駆作りながら、はい、リスナーの隊員からの質問に答えていきますので。わかりました。受付先は隊長からお願いします。はい、受付メールアドレスは yk@allnightnippon.com、 メールの件名に山下ベースと書いて送ってください。皆さんのメール待ってます。3代目 JSOUL BROTHERS 山下健二郎のゼロベース。ゼロベースエンディングのお時間でございます。2週にわたってね、RG さんとスウェイといろいろ話していきましたけども、やっぱあの RG さん知識は豊富ですよね。ほんといろんなこと知ってますし、まあ、趣味も多い方ですから、でしかも共通点好きな趣味も多いんで話面白かったですね。またぜひ、来ていただきたいなと思います。そして山しべはね、残念ながらちょっと今回もなかったんですけども、また次回にちょっと期待しましょう。でもなかった、来なかったも終わりで、もうヘルシオを俺がもらうか、誰か欲しい後輩がいたらあげようかな。うん、何か使いましょうね。あと日本放送に寄付してもいいですし置く場所ないか。そうかね。そしてなんとまさかの復活山下ベースですよね。ミニ四駆作るんですか。なんか別のもん作りたいけどね。いや、それこそ RC カーとかいいかなと思うけどね。うん、ぜひぜひ。はい。お願いします。じゃあ、RC カー行きましょう。RC カー結構でかいよ。でかいし高いよ。いいの？やった。RC カー何がいいかな。じゃあ、ホーネットで。ホーネットあると思うで、多分。うん。ホーネットね、そんな高くないと思うで。うん。ホットショットホーネットとかは、最初の初期に出たやつやから、そこまで、高くないと思います。はい。ノーマルでいいんで、全然。はい。お願いします。プロポはくれんのかな？コントローラーのプロポは。ちゃんとつけてくれんの？山しべで。山しべで？じゃあ、本体だけっていうことですね。わかりました。じゃあ、ホネットお願いします。各コーナー、メールはですね、yk@allnightnippon.com まで、感想とかはツイッターで、ハッシュタグ、ken_zb をつけて、じゃんじゃんつぶやいちゃってください。ということで、今夜はここまで。次回もいろんなカルチャーをディープに学んでいきましょう。ゼロベースお送りしたのは、3代目 JSOUL BROTHERS 山下健二郎でした。また来週。